宇波道駅は、福島県北方市塩川町、新井田谷地や座に井田谷寺にある、東日本旅客鉄道番越西線の駅である。朝夕の一部と日中の一本を除き普通列車も、通過し、利用できる列車は、上下五往復のみである。駅開設当時、所在地が、宇波道村であったことが、駅名の由来となっている。その後の合併により、宇波道の地名は消えて、 駅名にその名残を残すこととなった。1934年に、機動車が藍津地方に投入されて、タンク間で運転されるようになり、これに伴ってバスへの対抗を兼ねて、駅を増設することになり、設置された駅である。この関係で長距離を運行する列車が通過し、区間運転の列車のみが停車する駅である。同様の駅は、戦時中の石油消費規制により、 機動車が一度廃止された際に一緒に廃止になったり、存続したものでも戦後の運行形態の変化により、全列車が停車する通常の駅に変化したりしたが、会津若松北方間には、当初の運行形態のまま、一部の列車のみが停車する駅が残存している。短式ホーム一面一線を有する地上駅。駅舎、トイレの設置はない。会津若松駅管理の無人駅。 2004年度の1日平均乗車人員は5人であった。ありがとうございます。